沖縄都市モノレール線系電車。沖縄都市モノレール線系電車。沖縄都市モノレール線型電車は、沖縄都市モノレールの小座式モノレール車両である。2003年8月10日の沖縄都市モノレール線、開業時から使用されている、同社唯一の旅客用車両形式である。二両固定編成で、手凧っ裏西駅側の車両は1200番台。 那覇空港駅側の車両には1100番台の番号が付けられているが、形式はいずれも線形である。10位と1位の末尾2桁は編成番号で、各車両同一編成では同一番号に揃えられている。2001年の試運転開始時に試作車として1201プラス1101の1編成が日立製作所で製造された。 翌2002年に全線での試運転開始に合わせて1202プラス1102から1207プラス1107の6編成が日立製作所で1208プラス1108から1212プラス112の5編成が川崎重工で製造されこの12編成が開業時より営業運転に使用されている開業後2007年度に1編成増備される 予定だったが実現せず、2009年度、2010年2213プラス1113の1編成が増備された。2012年1月に発表された、中長期経営計画で示されている2019年春の、裏西延新時の運転計画案では、必要車両数は、発表時点での編成数より6編成多い19編成となっていたが、 それに合わせて2016年度に1214プラス1114の1編成を増備、2017年度には1215プラス1115、と9月には1216プラス1116、1217プラス1117、1218プラス1118、1219プラス1119の5編成が増備され、 延伸までに19編成38両が在籍、運用される体制になった。造備車はいずれも日立製。アルミニウム合金製で2001年に搬入された試作車は無塗装であったが溶接跡が目立ったため、量産車では全塗装に変更され、後に試作車も塗装された。塗装は車体上部がグレー、下部が 首里城を表すシンボルカラーの赤色で、祖部に黒色のラインが入る。ラッピングを施して運行されることがある。前面には、外開き式の非常用貫通路があり、丸みを帯びた形となっている。また、時期によっては開通記念などの幕が貼られることもある。行き先表示などの方向幕機器は設置されていない。座席は、 ロングシートで表地の模様は瓶型をモチーフにしている。運転室と乗降扉の間にクロスシートが運転室方向を向いて設置されており、この部分には側面窓はないが全面展望が下である。側面窓は他の車両に比べ大型の窓を設置している。そのためせずりの部分が窓より高くなることから、せずりが一人ごとに上に飛び出しており、 定員着席を促すとともに景色を妨げないようにしている。連結部には荷物置き場が設けられている。車椅子スペースは那覇空港側の車両の車端部に設置されており、この部分のみ、側窓の下場が高い位置にある。側面窓は上部1、3が手動で開閉可能、下部が固定窓である。車椅子スペースの窓は固定窓である。 ドアに注意を促すステッカーは当初から貼られていたがさらに注意を向けるため2008年中には用事向けの大型のステッカーが全編成に追加された。2010年にはバリアフリー化の観点から連結面側座席の全席が優先席となり優先席付近の吊り革の色を黄色に変更したほか上空扉付近に展示付きの号車、ドア番号表示を追加していい。これらは 同年6月11日までに全編成に施行されている。ドアの上部には片側に車内案内表示装置が設置され、もう片側には路線図のステッカーが貼られている。開業当初は LED ランプによる路線図形の案内装置となっていたが、2016年度より全編成で LCD 式に更新された。この LCD は日本語、英語に加えて中国語、 関体アザ、反対アザ及び韓国語の表示に対応しており、いずれも2015年12月に新制定された駅名の言語表記を反映している。自駅や駅接近時の案内放送は自動放送で、駅接近時には駅ごとに異なる沖縄音楽をアレンジしたチャイムが流れる。造備車では、車内設備を中心に改良が図られている。2009年度では、 以下の点が変更されている。2016年度増備車と2017年度増備車、1215プラス1115、1216プラス1116、1217プラス1117、1218 12プラス1118では、以下の点が変更されている。運転台は右側に設置されており、右片手のワンハンドルで、 マスコンのノッチ数は立行4段、ブレーキ7段、非常である。マスコンのノッチを立行から接に戻し、P2 にすると低速運転となる。ドアエンジンには空気式を採用している。乗務員一名によるワンマン運転が行われているが、ATO を搭載せず、全区間で手動運転。主電動機は、 出力 100kW の3消化後型誘導電動機を6台搭載している。1200系の戦闘台車の密集電動機を搭載していない。制御装置はイベット素子の日立製 VVVF インバーター制御となっている。ブレーキは改正ブレーキ併用の電気指令式ブレーキとなっており、動力車では停止寸前まで改正ブレーキが作動し、 遅れを空気ブレーキで補うようになっている。台車は二軸ボギー構造となっており、電動台車と付随台車で構成されている。走行軸と水平輪、案内輪と安定輪によって構成され、車体を直接指示するボルスタレス台車を採用している。駆動装置は2段減速直角。 カルダン駆動方式で直接台車枠に固定されており、主電動機をたわみいたしきつぎて、TD つぎてを介して結合している。このほか、台車には、終電装置、車体設置装置、ATC、TD 用信号用アンテナ等が取り付けられている。静止型インバータは、河川電圧の DC1500V を、群のインバータで分圧し、 それぞれのインバータにより直流から交流に変換し、トランスで合成して、規定の電圧 AC200V3 小 60Hz を出力す。1214回では2機装備となった。密着連結機を装備しているが、通常は連結運転は行わない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。